きなりひでチャンネル、しょいかごにやってまいりました。 JA 千葉未来農産物直売所しょいかご、しょいかごですね。 JR 津賀駅から車で約15分、千葉県最大級の農産物直売所。一般的なスーパーでは流通しない珍しい品種や旬の食材、最近注目度の高い西洋野菜なども取り揃えている。できて何年になるのかな、これからゆっくり伺いますけども、私も夕方の番組やってる時にね、こちらで公開生放送やりまして、もう本当嘘じゃなく黒山の人だかりでね、実に人気のスポットなんですね。そこでこの1100万人の人が、しかもレジ通過者ね、ただ来ただけじゃないんです、買い物した人が1100万人、それもですね偶然なんですけど今日なんですよ、今日、そこでですね、お隣にいらっしゃいます須田拓磨さん、副店長さんなんです。どうもこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、いやー、私も何年かぶりかで来たんですけど、しょいかごさんできて何年ぐらいになったの？今年、昨年の12月で16年。16年。はい、去年の12月16日で16年。はい、今でこそね、あちこちにこういうタイプのね、はい、直売所だとか、それから幹線道路沿いとか、それからちょっと、外れたところなんかに、いろんなねものができるようになりましたけども、はい、当時はまだ珍しかったですよね。そうですよ ね。まあ、私もまだここに関わってはなかったですけども、まあ、その当時のお話を伺いますとね、生産者の方とか、大きなこういう直売所ができて喜んでいただいて、またそれに伴って消費者の方に喜んでいただいて、その時は本当に物珍しさっていうところでね、お越しいただいたかと思いますけど、今は定着して多くの方に来ていただいて、ありがたいです。私もね、最初来た時はわざわざ来たんです。ありがとうございます。すごく評判になっててね。はい、ね、レジ通過者1100万人っていう、これはいわゆる業界の人から見ると、はい、あれですか、かなり価値ある数字なんですか？そうですね。我々としてもやっぱり、この長い歴史の中で、培ったというか、前任の方からこう培って、できたものなので、本当に偉業だと我々は自負しております。はい、名前もいいしね。つまり農家の奥さんたちとか、はい、実際にその携わっている方たちがイメージできる名前ですよね。そうですね、しょいかごというね、はい、あれで。でもこれだけの駐車スペースがあってね、はい、これだけの大きいね、いわゆる道の駅と言っていいのかどうか知らないけど、しょいかごみたいなこういうパターンのってすごい立派ですよね。はい、こちらはね、はい、ここより規模の大きいものっていうのは僕はほとんど見たことないですけどね。 ありがとうございます。最近は一番の売れ行きっていうか、人気の商品っていうのはどういうものが人気ですか？今はもうダントツでタケノコですね。タケノコ、はい、これがね、千葉のタケノコはね、ご存知ないかもしれないけど、むちゃくちゃうまいですよ。嘘じゃないです。京都なんかに行くとね、タケノコ、何万円なんか売ってますけども、そうですね、非常にお手頃の価格で、で、私もね、千葉の、生産者の方、知ってる方がいて、はい、送ってもらって食べて、もう、ほんと何年来になりますけど、今、タケノコ一番。はい。タケノコ一番。で、これが、YouTube でアップされるのがね、はい、ちょうどねゴールデンウィークの直前ぐらいになるんですけど、はい、ゴールデンウィークっていうとセールスポイントっていうか、はい、何がありますか？ゴールデンウィークに差し掛かってくると、だんだんとお野菜が、豆類といいますか、豆類、スナップエンドウやサヤエンドウ、はい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 、早ければナスとか、そういった夏野菜が走りと呼ばれる時期になって、夏野菜、ね、だんだんと出始めてくるというところですかね。それじゃあ副店長さん、はい、ね、ちょっと中を案内していただけますか？はい、はい、いや広いですよね。ありがとうございます。これ簡単に言うとスペース分かれてるわけですよね。はい、そうですね、ね、この辺野菜、あ、タケノコあった、はい、今一番旬のお野菜をこの入り口のところに、農家さんに置いていただいて、あ、今タケノコ本当にここ1週間2週間っていう短い時期でタケノコの出荷量が本当に多くなりまして、あ、そうでしょうね、はい、それでね、これに注目してほしいんですよ。これね、
若菜農園のタケノコですって書いてあって、これやっぱり取れたてなんですよね。はい、全てあの今日朝から搬入していただいたタケノコになります。朝一番からですね。今朝搬入したタケノコだそうです。みんな、はい、この後営業時間中にも随時日中掘って、で持ってきていただいて、新しいものがどんどん入ってくる。はい、これだけ傘がありますけど売れちゃうんですかね。そうですね、まあ、曜日にもよりますけれども、やっぱり多くの方に、週末なんかは特に、都内の方とか、多くの方にお越しいただいて、先週もそうですけども、ほぼ完売といったところです。若菜でちゃんとね、これ1600円とかね、1580円と書いてあります。この商標っていうか、どこで取れたかすぐ分かるという。じゃあこの辺ずっとタケノコで、はいはい、こちらはお野菜ですね。はい、でさっきおっしゃってた豆類ってのはどこですか。豆類はまだ出荷がほぼないんです。まだ来てないんだ。はい、まだ生産出荷自体は少なくて、少ないというかほぼないんですが、豆類はゴールデンウィークになんなきゃダメなんだよね。豆は本当に出始めると一気に出るので。そうですか、そうですか。はい、だんだんと出てくるっていうところはまだ少しですね。じゃあこちらはお花。それでなんか最近こういうの入れてるんですよね、なんていう、こう醤油川越さんとしてはちょっと宣伝したいようなものってありませんか。はい、宣伝ですね。そうですね、加工品、うちのオリジナルの商品だったりとか、はいはい、っていうのは、オリジナル商品、まあ、奥になりますけど人参ジュース、あの辺のジュースの感じね、あれも有名じゃないですか。そうです ね、で最近はちょっと増えたんですけど、従来の人参ジュース、そうそうそう、これはね超有名でね、私もね何本飲んだか分かりません。ありがとうございます。この従来の人参ジュースに合わせて、まあ、ちょっと新しく濃い人参というのがありまして、濃い人参、はい、千葉県の特産品と東地区の人参を使って、あやほまれっていう品種があるんですけど、非常に甘みが強くて生で召し上がって本当フルーツみたいな。そうですか。その人参を使った濃い人参、これのいかにも濃そうですよ、デザインからいっても、はい、うん、あとは果肉が入ってる生搾りの人参ジュース。果肉入ってる。果肉入ってます。はい、なのであの召し上がるのも人参嫌いな方でも飲みやすいかと思います。生搾り、はい、果肉が楽しめます。あ、そうか、いろいろ工夫して発展させてますね。はい、これですね、生搾り、はい、地元の人参の秋冬人参、秋冬人参っていうのがそろそろ出荷が終わるんですが、このあと春夏人参っていう、5月以降にまた新しい旬の人参が出荷されますので、はいはい、あっちの方になんかスイカなんかも出たんです。そうですね。はい、スイカもありますね。今他県産にはなっちゃいますけども、それで醤油川越さんっていうと、はい、あの農家の奥さんたちがね、はい、朝自分の手で収穫したものを持ってきてその日に売るという、はい、そういう特徴があったわけですけども、はい、今その奥さんたちが持ち込んでいるものっていうのは、はい、ああいう野菜類とか、はい、あとはお漬物だったり、あ、お漬物なんかいいですね。はい、今稼ぎ頭っていうか、はい、一番、売れ線のものを作ってるっていうその品物は何ですか。ちょっと時期がずれちゃいましたけども、ポケカラシナっていうカラシナが、カラシナ、あの、まあ、刃物になりますが、はあはあはあ、粒マスタードとかの原料になるんです。カラシナというものをトケの緑区トケの地区で、伝統料理として、伝統のお野菜としてトケカラシナというブランドのカラシナがあって、そのカラシナの生のカラシナももちろん出荷いただいてたんですけど、はい、カラシナのお漬物、農家さんがそれを作ってる奥さんがいていらっしゃって、あの生のカラシナを出荷、またそれどこにありますか今。奥になりますね。ちょっと売れ行きがすごいので、もしあればなんですが、はい、
あ、売れちゃってるの。完売しちゃいました。もうない。完売しちゃいました。あ、今言ったからし菜はですね、売り切れです。やっぱりいろいろメディアとかにも取り上げがいただいて。そうか、人気なんだ。ただだんだん生産業出荷者の方の数も減ってきているっていう現状が今あるのは実情ですね。でもこれもみんな残ってるものも美味しそうだ。はい、お漬物はもう本当に、ね、はい、美味しいのばかりですね。これね、うん、高菜の漬物ですね、はい、私なら大好きです。からし菜自体はだんだんとちょっと時期も終わりになってきてるので、からし菜は甘いからね、美味しいですね。やっぱりそういうものはすぐ売れちゃうんだ。でもそのからし菜を使った奥さんは図星ですね。そうですね。ニコニコしてるでしょうね。あ、はい、今の時期はタケノコ同様に春の山菜だったり、わらびとか、なるほど、ふきですね。ふきもだいぶ出てますね、はい。ということでね、これからは豆だそうです。豆と何でしたっけ。豆とあとは新玉ねぎが、新玉ねぎね、地元の新玉ねぎが出てきます。いいないいな、はい、うん、ゴールデンウィークの最中、ちょうどこれアップされてる時ですけど、はい、たまたまこの YouTube を見て、はい、あ、醤油缶を寄ってみようっていう人もね、はい、何人かいるかもしれない、はい、でおすすめはやっぱり今言ったようなものでよろしいですか。そうですね、はい、でこれから豆ですよって言うんだけど、豆はまだ出てないんです。ゴールデンウィーク中になったらドドッと出てくると。だいぶ数も出てくるかと思いますね。ね、はい、ということです。あ、情熱カレーは相変わらず人気の情熱カレーです。ありがとうございます。そうだ。こちらですね。ちょっとだいぶ売れちゃって減ってますけども。いや、先ほどのジュースもね、前からあって私も大好きで、何本飲んだか分かんないなって言いましたけど、もう一つってこれね、情熱カレー、これがね大変人気でありまして、結構売れてますね副店長。そうですね、今日も、はい、まだ始まって数時間ですけど、わわわって売れて、もう定期的に買っていく人いるんですよ。これね、今日はね、はい、3つ目なんですよね。どんどんね。他にもいろいろあります。五穀米だとかで雑穀米だとかいろいろありますけど。なるほどね。なるほど。お茶もあります。はい。はい、情熱カレーは千葉でしか買えない。一応、情熱カレー自体は、千葉県内のいろいろな産地、県内の三部郡市ですとか君津市とか、そういったところの千葉県のお野菜を使って総合した、あの千葉県の結集のお野菜でできたカレーになっているので、まあ、各店舗、君津とか直売所あるんですけど、そちらでも販売してますし、全国の直売所さん、我々からお付き合いさせていただいている、他県の直売所でも お取り扱いをしていただいてますので、全国でもお求めいただけます。はい、まあ、情熱カレーはそういうわけなんですけど、こちらへ来ると全国お国自慢なんてありまして、でこれはどういうふうなあれですか、なんか全国の提携かなんかしてるんですか。そうですね、この旗に関しては全国、いろいろなところの JA さんが運営している当店のショイカーゴのような、全国の直売所がありまして、開店、まあ、当店16年17年目になりますけれども、その間でいろいろなところがこう新しく立ち上がり、仲間として、こう全国で運営をしているというところで、そういったところの上りをうちが集結をさせている。何枚あります、ここから向こうまで全部すごい数ですね。でそうですね、30枚近くはあるかと思いますが、やっぱり醤油缶おさんあたりが宣伝をつけて、方式としてはもう非常に、まあ、全国的に当たったという大ヒット企画ですわね、このお店なんかもね。ということで今日は非常にタイミングのいい時にね、ありがとうございます。お邪魔しまして、全国でもこれだけいろんなお店がですね、まあ、米市の上り方みたいのは、ずっと飾られていて、こういうビジネスはですね、全国どこでも当たった、その宣伝つけたのが農産物直売所、JA 千葉未来のね、醤油缶さん
副店長さん、まだまだお若いです。走りの頃はね、まだいらっしゃらなかったと思いますけど、これから歴史と伝統を受け継いで、ね、ずっとやっていかなきゃいけない。そうですね、ますます大変は大変ですよね。どんどんもっと人気の、ね、お店にしていってください。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうも須田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。